はい、ワンマンコー YTK です。これわかるかな、働く少年の像、新聞配達してますね。これでわかったらなかなかの神戸新聞ですね。ここはね、王子動物園ですね。王子公園とかね、まあその辺ですね。そうなんですよ。今日はね、灘の方に来ております。僕、学生時代の頃はこの辺に住んでまして、今日は、その学校までの通学路をね、ちょっと走ろうかなと。いや、これがね、なかなかの激坂なんですよ。で、当時はね、当然、歩いて登ってたり、まあ、バス使ったりとかしてたんですけども、本日はね、このロードバイクで、ツイッターサイクロンでね、登ったらどうなるかというのを、ね、で、あとちょっといろいろ、見学したいなと思ってきております。で、この辺ね、結構ね、学校、高校がね、密集しておりまして、ちょっとね、僕が昔通ってた学校の前、ものすごい激坂なんですよ。ちょっとそこをね、通っていこうかなと思います。ちょっと久しぶりなんで、ルート忘れてるんですけどもね、まあ、なんとかなるでしょう。ジモティーやし。あ、5月31日まで休園。はぁ、まあ、しゃあないね。どっちやったっけな、こっちか、多分こっちやな。ここ走るのほんま何年ぶりやろ。どこに繋がってんのか覚えてないんで、今アウターやけど、もうすでに23な。これ以上下げたらみんな落ちるな。落としました。最後にヒルクライムしたのカツオジーから。地図見よ地図。チーズ、チーズ、あった。こっちも学校みたいですね。両方学校。何の学校や、よくわからん。あ、ここが松陰やと。左がね、松陰ですね。お嬢様女子校ですね。南野陽子が通ってた学校ですね。まあ、卒業はしてないですけどね。で、松陰の前を通り過ぎて、で、このバス道ね、この2系統のバスが、僕がよく普段使っていた通学路ですね。わ、懐かしいな。ここ走るのは何年ぶりやろ。信号のとこを左に入ると、僕が昔通っていた学校の、地獄坂と呼ばれた場所ですね。ものすごい坂なんですよ。登れるかな。こちらですね、神戸高校前でこちらにいます。よいしょ。めっちゃ激坂。これはきつい。これきついぞ。きつい、ここ10に散歩。相変わらずやな、ここの学校。卒業した時って全然変わってない。ここきつい。18Tで登ってた。それはきついわ。この校舎ね、もう相当古くて、
実は取り壊しが決定してたんですよ。でその決定してたというのがね、阪神淡路大震災の前の年にね、実は取り壊しが決まっておりました。仮設のプレハブをグラウンドに建てるなど本格的に進めてたんですけども、阪神淡路大震災があってね、それに耐えたんですよね、この校舎。で、神戸が大変なことになっておりまして、建て替えは中止になったというわけですね。あれからね、もう軽く20年以上経ってまだ健在という。すごいよ。ええよな、写真ぐらい。一応卒業生として。うわ、ギアインナーで取ってしまった。しかもクランク逆向いとったし、恥ずかしい。次またこの上目指したいと思います。あ、23楽やな。スイスイ登るわ。何しんの？やっぱ 10% 超えてんねんな、ここ。そりゃしんどいよ。で、これ学校の裏手ですね。で、こんな高台にあるんでね、教室からは、神戸の海が一望できて、なかなか良かったです。うわ、鬼坂なんですけど、ここ。怖いんですけど。向かいに見えてるのはね、美術棟ですね。で、左手に見えてるのがプールですね。そうなのね、ここね、高校やのにね、プールが第三者から丸見えてる。これ女の子らかわいそうやと思うんだよね。ここはね、マヤケーブルの、最初の駅ですね。始発駅。こちらが、マヤケーブル。このままリンクを押したらね、カレーの美味しい、あそこ、スクー星野なんとかに着くというわけですね。見えるこれ、すごい魚。わかるかな この発射台みたいな感じ。ね、こちらがね、地元民しか知らない桜のトンネルですね。灘湖を代表する桜の名所の一つということですね。ほんとね、僕ここ桜の季節にね、来たかったんですけどもね、一回も来たことないんですよ。アルファロメロやばない？あれフロントするんじゃん。こっちをね、行くとね、とんでもない建物が見えるはずなんですけれど、ほーんですね、お前通り過ぎて。これかな、今右手に見えてるやつですね。うわ、カメラめっちゃついてるわ。例の矢のつく組ですね。昔看板とかあったんですけどもね、それもなくなってますね。見えへんなっただけなのかな。で、面白いのがね、正月になるとね、先通ってきたバス道、あそこにね、黒塗りの高級会社がずらーって並ぶんですよ。5台10台とかそんなレベルじゃなくて、何十台ずらーって。多分全国のね、矢のつく関係者の方々が、ね、挨拶に来られるんですよね、新年の挨拶に。はい、ということでね、兵庫県立ほんにゃらかんにゃら美術館の方に着きました。例の奈々ちゃん人形ですね。ということでね、今回は、ちょっと通学路、通学路じゃなかったけども、通学路っぽいとこを通って、矢のつくお店まで行ったという、ただそれだけでございます。で、本来の目的なんですけども、ここでね、ちょっと友達と待ち合わせをしておりまして、動画はね、ちょっとここで切って、友達と合流してからは別動画に上げるつもりでございます。7もね、結構坂多くて楽しいですね。びっくりするわ。何や、テンションハイか。はい、ということでね、本日は一旦ここで切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
っぽいな。まあせっかく誰もいないから行きましょうか。もうせっかくから3台並べよう。だいぶ下がらない、全部入れへん。紅白にしたらええ。紅白でけへん。あ、でけへんのか。あ、で、あ、ごめん。帰ろう言う。